あのお問い合わせいただいていてその動画が非公開だったやつをまた送っていただいて、まあ、今回見れたのでその動画で質問いただいているものに対して回答していきたいと思いますで動画の内容はですね YouTube の視聴者数が96%、まあ、これ今見てるんですけど女性が96%以上で年齢は65歳以上が69%以上だから69.5%、まあ、つまりもう約70% 女性あー、まあ、だからこれも女性の見てる人がまあ約97%でなおかつ、えー、約 70%69.5% が65歳以上ここに対しての異性にあった広告なんかあの動画ではね A8 のリンクアフリートリンク貼ってみようと思いますっていうような話があってじゃあどういうその広告がいいのかっていう話なんだけどもすいません僕の見解だと無理です。 無理って言うと、もうばっさり切っちゃってますけど、考えてほしいんですけど、65歳の女性、世代的にどういう世代ですかね生まれた瞬間パソコンはありましたか生まれた瞬間スマホはありましたかインターネットが普及した年代ってどれぐらいですかっていう、なんかまあ、イメージすればなんとなくわかると思うんですよ。で、多分、まあ、今ね、 まあ僕のイメージですよ。全員じゃないと思います。全員じゃないと思いますけど、イメージとしては、デカ文字のスマホです。なんか、見よう見まねで,でスマホ買って、で、僕ね、この前、どこも撮ったんですけど、もう60歳以上の高齢の方がですね、LINE のやり方とかこう学んでましたね、無料で。なんかその登録方法とか。じゃあ、その世代だと思うんですよ、65以上っていうのはね。じゃその人たちが、 YouTube の特にもしスマホで見てるんだったらスマホの,その説明欄のリンクってスマホで見たことありますアプリで見づらいんですよだからなんかタップしてちょっとこんなになってるんですよねでまあめめ目もねちょっと見づらいみたいな老眼なんかちょっとピンボケしてるみたいな,なんかちょっとすいませんね <laughs> でじゃあそのスマホで見ていたとするじゃないですかでこうやって タップしてそしてそのアフリエイトリンクをタップしてその登録登録するのにもね名前入れるとか住所入れるとか、まあ、その LP によって変わると思いますけどもちょっと難しいんじゃないかなと思いますねまあ無理ってバサで言っちゃいましたけど正直65歳以上の女性に反応する広告しかもそのアクションですよね制約型ですよね制約型は難しいと思いますね もちろん、無料で報酬が発生するアフリートプログラムとかもありますけれども、ただ、A8 さんはそこまで、まあ、基本的に A8 さんって制約型が多いと思うんですよ。例えば、保険とかも資料請求ですよね。保険を資料請求する上で、なんか、住所入れたり、名前入れたりとか、まあちょ、ちょっと、まあ、ごめんどくさい部分もあったりするわけじゃないですか。まあ、僕の世代とかだったら別に大丈夫ですよ。ただ、その、ペルソナを意識、想定して、 どういう人なのかなっていうのを想定するとまあその制約型の A8A8、ね、にももちろん無料登録でみたいなのもあるんだけども基本多いのはやっぱなんかそういうのが多いのでそれに適した広告はあるのかなっていうのは僕はちょっとイメージつかないですねなんでそ YouTube の再生数を上げてその何も登録もしないただ ただ勝手に広告が出る。まあ、YouTube のあれじゃないですか。勝手に広告が出て、チャリンって言うわけなんだけども、もうそれが一番適してます。僕の見解で、ね。どんな広告が適してますか何も登録しません。タップしただけで勝手に広告が流れるっていう、それが一番適してると思います。65歳女性に対しての広告ですよね。ボタンを押すだけです。であと勝手に広告が流れます。で、まあ、クリエイターさんはその広告が流れたら、 チャリンって言うわけじゃないで、すか <laughs> でその広告が一番,一番だと思います。それ以外ないと思いますね。うん。でもしその広告に誘導するんだったら、もしですよ、広告に誘導するんだったら、とにかく考えないといけないのが手間がない。例えばメールアドレス登録のみとかね、それで報酬が発生するとか、とにかく手間がないっていうまず広告を探した方がいいと思います。手間がなくて、 簡単に登録できるとかね。簡単に作業ができると。イメージとしてはドコモショップでスマホのこう、どの子のて見てるような人ですよね。うん。だから今、今ってまあ僕、アンドロイドとかちょっと契約してないんで分かんないですけど、多分アンドロイドって Google の YouTube のアプリとかもデフォルトで入ってると思うんですよ。だから、なんか、それで、こうタップしてなんか見てるみたいな、なんかね。うん。で、なんか、見読みまでなんか見てるみたいな。 まあ全員じゃないとは思いますけどうんでも年代的な層としてはそういう感じかなと思いますね65以上ですからねもう70に近いわけじゃないですかうんそうこれがまあ50代とか50代とかだったらまだあれなんですけども65以上が70%っていうまあ69.5%ですよね逆にすごいっすねこれは であとはそのメンバーシップの話もあったんですけどもじゃあ65歳以上の方がクレジットカードをこの、まあ、メンバーシップになるってクレジットカードを入れてこういうふうにやらないといけないじゃないですかじゃあそ,そもそも Amazon を ToDo で買ってる人なのかネットでクレジットカード情報を入れる ToDo で入れてる人なのかっていうとど,ど,うど,うどう思いますそれもすげえ仕切りが高いんですよネットで。 カード情報を入れるっていうね。危ないみたいな。現金主義みたいな。多分世代的には完全現金主義。銀行貯金みたいな。カードは危ない多分世代的にはそういう世代だと思うんですね。銀行紙みたいな。うん。世代的にはですよ。だからメンバーシップで有料でやったとしても、そもそもカード入れられるのかなっていう。うーん。 だから全部にもし、まあ、メンバーシップやるとしてもですよ、まあ、その65歳以上の方が反応する有料コンテンツって何ですかねでもコメントはこうしなんかいろいろもらってるみたいなのでうん僕だったらまあ僕がねメンバーシップやるんだったらもうそのあれですよねコメントはできるっぽいので。 まあ、い僕もね、勤務研究所のメンバーシップやってますけども、なんかライブでやるって感じですね。うん。ライブできますで、その、なんですかね、あの、一緒にこうは、なんか話し相手になるみたいな感じですね、まあネタ。ネタを話して、ネタを話して、で、コメントいただいて、あ、まるさん、おはようございます。今日も元気ですかとかね。 だそのリレーションシップですねコミュニケーションをとるとそこの場所にいると楽しいというか楽しい孤独が消えるうー一日の活力とかなんかそういう感じですねなんかそこにワクワク環境を作るというか寂しさを紛らわすような環境を作るだから僕はめあのライブやってますけどキム研究所っていうね、まあ、楽しいですよすごくうんそう だからその、ね、今やっている無料のコンテンツとメンバーシップでやる有料コンテンツの差別化ってどうするっていう話で、うん、差別化するんだったらそういうんかなと思いますねなんかその有料のメンバーシップ限定の,なんかその65歳以上の女性に刺さるもうお金払ってでもその見たいっていうコンテンツっていうのはどどうなんか思いつきます僕あんま思いつかないですね。 思いつくとするならばなんすかねその65歳のまあこれからのなんすかね老うんその老後どう生きるかとかその,なんかその老後にかかるなん,ちなん,なんの問題点ですよねすいませんそれちょっとリサーチしないといけないですけど65歳以上が抱えてる悩みしかも緊急性が高いみたいなうん。 そそういういのコンテンテツですよねただそれはすみません僕ちょっとリサーチしてないんで分かんないですけどうん65歳の女性の方は今何に悩んでるのかっていうところをリサーチしてそこに訴求できるコンテンツですよね有利お金払ってでもでも先ほど言った通りメンバーシップクレジットカード入れないといけません それかかりますかと、まあ、だからそれは何度も何度もまあ説明すればいいとは思うんですけどねメンバーシップ始めましたメンバーシップに登録するためにはここをクリックしてで、えー、こうカード情報を入れてこういうふうにやってくださいっていうのを何度も何度もやっぱ言わないといけないしあとはもしくは広告をかける時もただその <laughs> 説明欄にねあのコピペしてこあの広告主が広告主がですよ提供している文章をコピペしてただ説明欄に貼る。 多分そう無理です。コンバージョンいかないと思います。多分今みんなの銀行もコピペして入れてるますよね、これ。これコンバージョンありますどうすかコンバージョンありますか多分ね、このコピペしてるだけだと多分難しいと思いますよ。よ説明がないと。やり方ですよね。具体的にどういうふうにやるのかっていう。うん。そう。 だからまあ広告もし A8 とかそういう外部の広告を説明欄に貼るのたる時もしっかりと説明する動画ですよね。もしくはその動画のコンテンツの前か後にしっかりと まあこれはあなたにとってこういうのいいですよっていう説明もあってなおかつここをクリックしてスマホで見てる人はここをタップしてこういうリンクが出てくるのでここをタップしてここをタップするとこういうページが出てきてこのページが出てきてここにこれを入力してくださいで入力すると次こんなページが出てきてこうなりますでこれで登録完了ですぐらいまでちゃんとやんないとマジ難しいと思いますただコピペする説明欄にコピペする無理です多分 <laughs> うーん もうそもそも説明欄の場所も分かってないかもしれないですね。これ、1回スマホで見てください。ただスマホだとね、本当ねず、その説明欄見づらいですよ、本当に。スマホのアプリで見ると。まあ、PC で見るとね、ちょっとまあ見えやすいんですけど、スマホのアプリで見た分、これスマホで、スマホのアプリでどうなんだ、ちょっとこれデータ載ってるかな。うん。 デバイスまではちょっと見えてないかな多分スマホで見てる人が多いと思うんですよね65歳の女性の人パソコンから見てます多分スマホの大きいなんか大きいスマホのなんかデカ文字みたいなスマホのイメージなんですけど僕はうんまあ僕自身もねあのスマホユーザー半分ですから今僕のこのこのチャンネルも あのスマホユーザー半分ですよ。うん。うまあいろいろ申し上げましたけど、もし広告やるんだったら、今回言ったことをちょっと気をつけてやっていただければいいんじゃないかなと思います、はい。ちゃんとあと説明してください。本当に細かくめちゃくちゃ説明すると。うん。じゃないと分かんないと思います。うん。そうだってね、LINE のやり方とかも分かんないでしょ。よ。入れ方とかも。 その世代間ですよね、うん、だか分かんないからその、まあ、僕さっき見あの前見ましたけどもうドコモショップの,そのスマホの講座みたいなみんなもうその年配の方ですねいたのは、うん、でも教えてる何教えてるんだろうと見たらここをタップしてみたいなことを教えてました、うん、はいということでいただいた異性に合った広告を教えてくださいということに関して 回答させていただきましたありがとうございます